山村翔吾です。応援ありがとうございました。今回の世界選手権は初めての出場だったんですけど、団体2位という結果でしたが、来年も必ず世界選手権の代表に入れるように頑張って団体優勝を目指したいと思います。今後とも応援よろしくお願いします。